い、カニ座のみんな、イエーイ、デイジーです。デイジーの本気で生きる人のための嫉妬激励タロット、10月2024年のカニ座、イエース、イエース、イエース、ふぅ、やっちゃうよ。ね、久しぶり、十二星座の、月ごとの占いを、ちょっと、やってみてたんだけど、再開します。たどたどしすぎる。ちょっと違うのよ。トイレの電気つけっぱなしだからちょっと消してくるね。ちょっと待ってて。さて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 。なんかさ、ディズニーのさ、グーフィーとかドナルドがさ、舞台裏でさ、なんかこう、ガチャガチャやってるようなシーン見たことない？ミッキーの家のミートミッキーとかのさ、街列とかさ、短編映画でさ、なんかキャラクターがさ、ちょっと待ってやってくるぞ、ドッカンガシャンガシャンみたいな。ほんとそんな人だよね、私ね。まあね、グーフィーも5月生まれだし、ドナルドも双子座だし、私も5月生まれで双子座なんでね。まあ一緒みたいなもんですよ。さあ、名前もデイジーだしね、受けるよね。でもディズニーと全く関係ないから、お花の名前なんでデイジーはね。さあ、じゃあカニ座、キャンサーのみんな、色のカードを出してくんで、テーマをカラーカードからもらいます。カニ座の、2024年10月よ。あ、まただ、オレンジ。これ、天秤座でも出たの。16番、自分を育む。ね、天秤座だったと思うんだけど違ったかな。星座違ったらごめん。あ、しかもこれもオレンジだね。オレンジの、エンダーっていう、オールアメリカンフーズっていうね、沖縄にある、アメリカのチェーン店のハンバーガー屋さんが沖縄にあるんだけど、そこで出てるオレンジジュースとオレンジフロート。オレンジ、シンクロしてます、みたいな。熱っ。扇風機の音すごいけど許してね。熱っ。ちょっとまだ若干残暑厳しいね。タロットいきます。あ、ダメだ、落ち着け。自分を育むね。まあ自分を育むと言ったら何のこっちゃって思うんですけど、まあ私はね、自分の個性を守ることかなって思ってて、まあ、自分を育むっていろんな方法があるし、いろんなハウトゥーがあるけど、でもまあ一言で言うんだとしたら、相手にちゃんとノーって言えることがまずすごく大事かなと思う。その境界をちゃんと作るってこと。うん。さあ、そこもね、多分タロットでね、出てくると思うんだ。そこら辺もリンクしてシンクロして、なんでね、行きましょう。カニ座の10月、まずね、過去、現状。お、おー、なんとワンドの5だね。これは結構ね、はちゃめちゃなごちゃごちゃしてるカード、ちょっとカオス感のあるカード。まあ、ここが来てるってことは、そうだな、今結構ひっちゃかめっちゃかなカニ座が多いかな。やることとか仕事とか、あと夢とか恋愛とか何でもいいんだけど、まあ、人間関係でもいいよ。なんか母親となんか兄弟と職場の上司となんかいろいろ大変とかね、恋人ととか、なんか、うん、なんか一人じゃなくって、なんかいろんな人と大変そう、いろんな事柄と大変そう。だってほら見て、これ絵で見てわかるでしょ。5人のね、人たちがさ、棒でさ、こうなんか戦いやって、いがみ合ってるっていうかさ、ね、張り合ってる感じの人生だね、今ね。この夏ちょっとしっちゃかめっちゃかだったかな、蟹座さんね。じゃあ近い未来、10月11月あたりどうなるか。おう、あ、10のペンタクル、これもどっかの星座で出たな。10のペンタクルってことなので、10月に10っていいね。あ、1個の事柄に成果が出る。うん。今取り組んでる仕事とか、人間関係とか、勉強とかで何か成果報酬とか、あとはその結果が出る。うん。まあ、区切りだね。うん。で、その経験とか、まあ、これお金を指すカードなんで、経験とかお金とか学びは、後に
後世に、あなたの人生において、後輩とか子供や孫とか部下とかに、自分より、次の世代に、引き継いでいけるような、お釣りがちゃんと出るような、まあ、お金だったり経験だったり学びだったりがあるから、就活で得たものっていうのは結構人生かけてこう分配できていけるようなものだよってところかな。まあ、その時は分かんなくってもね。意外とこんな結末を迎えるんだってことも全部学びとかお金になってるからね。あとはまあその時はお金もらえなくても、そこから得た経験とか学びは後々大きな報酬になるよ、お金に変えていけるよって、それで稼げるよみたいなね。デイジーみたいにね、 YouTube で喋ってもいいしね。なんかそうそう、そういう感じです。はい、じゃあアドバイス。これ2のカップだー。アドバイス、蟹座さん、あれだね、この今カオスな状態の中から一人多分好きな人ができると思う。対等な立場の人というか、バディというか、まあ、いろんな捉え方してよ。カップルでもいいし、ビジネスパートナー、バディでもいいし、その時だけつるむ大親友とかね。なんかそういう感じで、このカオスの中から成果報酬が10月出て、その結果からアドバイス、これ一人選ぶといいよみたいな。もしくは、選ばれるかもしれない、みんなが。なんか出会いがありそうだね。あ、なんか、一生じゃなくても、あ、今はこの人とやっていくんだろうな、みたいな人。かな。自分を育むってところも、そうかもしれない。対等な関係の人と一緒に、もう、表裏一体というか、お互い合わせ鏡みたいになって、自分が強くなっていけるってところも、なんか、リンクしてるような気がするよね。ね、なんかこのカードも若干ちょっとオレンジ色寄りだしね、なんか色味がね。はい、では、最後、まとめに、エンジェル&アンセスターズのカードでまとめに入ろうと思うんで、お付き合いよろしくね。このアニマルガーディアンのこの絵、これ動物の天使なんだけど、これが私にすごく雰囲気が似てるというね。確かに私動物寄ってきやすいんで。似てるかもしれないんですけど、私の好きなオラクルカード、先代の魂に、蟹座さんにメッセージを。何かありますか？10月の分ですよ。おお、オラクル、オラクルカードにオラクル。オラクルって神聖なって意味があるんだけどね、これもなんかちょっと私みたいだね。ね、赤い布かぶって。Wait for important information。 重要な連絡が来るのを待っててくださいと。重要なお知らせが入るよと。さあ、じゃあここのところ。なんか蛇の絵もあるから、なんか爬虫類、蛇とか、なんかヒントになるかな。信託を授かる女性、神に委託の託で信託ね。重要な情報を待つ。自分を大きく開き、情報を受け入れる姿勢を作りましょう。盛大な決断を下せるよう、誠実な決断を下せるよう、事実を集めましょう。これここに似てるね。この10のペンタクルも、これ結構壮大なスケールのカードで、10なんで、姿勢を作る、受け入れる姿勢を作るっていうところも、このカードすごく示唆してて、受け身のカードなんで、ちょっとお父さん的な、父性のカードなんで、なんかそこもちょっと当たってるなって気がするんだけど、イラストに描かれているこのね、女性、この彼女は真実を語り、物事の本質を見抜く力をもたらす女性で、良いことも悪いこともはっきり言ってくれる友達のような存在です。2のカップ、ここシンクロするの分かる？ね、あなたにとって忖度なしに、
いいことも悪いこともそのままちゃんと映し鏡伝えてくれる人ね。あ、だからそれ2のカップの相手のこと指してるかもね。こういう人と仲良くしろよ、もしくは相手に対して自分もこうであれよっていうね。さらに前に進んでいくために必要なことを教えてくれるでしょう。で、このエンジェル&アンセスターズってこのオラクルカードのデッキにおいて、イラストの女性はデルフォイの女性神官を思い起こさせる姿で描かれています。まあ、古代ギリシャのなんか女性の神様ね。現時点で自分が置かれている状況を正解に判断するため、目が届く範囲を超えて情報を集めるようにというメッセージがありますと。だから自らの意思で目を大きく見開かなければならないと。うん、今だから夏がすごくカオスだったんで、目の前でてんてこまいになっちゃってるから結構視野が狭くなってる可能性があるんで、まず大きなね、心構えというか大きな人ハートを開くというか門構えというかなんかでいること、そこからメッセージが入ってくるよ。でメッセージというのは今回ですね、人です。カップの2だから、そうなんか言葉をもらうとか何かこう降りてくるとかじゃなくって、人として現れますきっと。だから10月楽しみだね。10月11月にアドバイスで、そのお互いに精神的にスピリチュアル的にこう波動の合う人とつながりが強くなるんで、ぜひちょっと人間の目だけじゃなくって、ちょっとこうね、そういう目も第7巻8巻ぐらいまでちょっとなんかわかんないけど、なんだろう、このざわつきとかさ、なんかビビビと来たみたいじゃないけど、増田聖子さんじゃないけどさ、なんかそういう感じの、ちょっと人間以外の価値観を持って人と接してもらうと見つかると思うんで、ぜひ参考にしてね。じゃあ自分を育んでくれ、カニ座よ。コメントやいいね、チャンネル登録はもちろんなんだけど、見てくれてありがとうございました。ぜひこんなデイジー応援していただけるとね、動画からみんなもメッセージ受け取って、デイジーを応援することで運気って巡らせるもんなんで、ちょうど洗濯機も終わった。ナイスタイミング、ね、なんでぜひお笑いライブとか概要欄書いてあるので、デイジーのことも応援してもらうとみんなの運気も巡るぞっつって。はい、じゃあ本当に見てくれてありがとう。デイジーも本気でやるから、みんなもね、やっちゃうよ。じゃあね、ありがとう。バイバーイ。